どうもクロスロドラゴです。今日はですね、ハイボールに最適なウイスキーアンケートの結果発表をしたいと思います。結構時間がかかってしまったんですが、なんとですね、投票数、3066票、1人3本まで選ぶことができるので、全部でですね8577票もの票が集まりました。3000人以上の人に投票していただいたということで、なかなかねこれぐらいの規模のアンケートってないんじゃないかなと思います。僕もウェブのアンケートっていろいろ見ますけどね、まあ数百人だったりすることが多いと思うんですよ。なのでかなり、参考になるんではないかなと思います。まずですね、投票条件確認していきたいと思います。ハイボールに最適と思うウイスキー、そして現行品に限ります。約4000円以下で買えるもの、はい、これはまあ売ってるところで少しこう値段が前後するのでね、約4000円。それで、1人3本まで投票可能、アメリカンウイスキーは除外しています。ちょっとねアメリカンウイスキー、まあ、バーボンを代表するアメリカンウイスキーを入れるとですね、数がだいぶ増えてしまいますし、迷うんじゃないかなと思いましたので、今回は除外しました。アメリカンウイスキーに関してはまた別の機会にアンケートを取りたいと思います。そしてですね、全体的に見ると結構ね、安いからといって上位に来てるって感じではなかったですね。うん。そしてまあブレンデッドウイスキーからシングルモルトまで様々なウイスキーがランクインしています。もちろんですね、日本のウイスキーもランクインしていますので、ぜひね何かしらの参考にしていただければなと思うんですが、今回はですねタイトルにもある通り、30位から11位まで発表したいと思います。そして後半の方ではですね、10位から1位まで、その2回に分けて、ランキングを発表していきます。それでは早速いってみましょう。はい、30位ホワイトホース12年84票です。コメント、ラガブーリン由来のアイラピートを存分に楽しめるブレンデッドなので飲みやすさも抜群。次、ブラウンシュガーを燻製したような味わいのリッチなハイボール、2000円台とは思えないクオリティ、一生飲み続けたいボトルです、ということでかなり熱が入ってますね。これね、日本ではですねスコッチの販売数量ダントツで、1位なのがこのホワイトホースの、ブランドなんですね。その中でもですね12年表記、まあ、より熟成したものになっています。年数表記のないホワイトホースの方が圧倒的に販売数量は、多いと思いますけど、ノンエイジよりも、まあ、やっぱり売ってるとこも少ないですし、いまいちね影に隠れがちですけど、コストパフォーマンスも良くてですね、飲み応えがあると思いますね。ホワイトホースはですね、ウイスキーに初めてスクリューキャップを導入したということでも有名ですね。次です、29位、シーバスリーガル12年、91票です。コメント、爽やかなリンゴ感が心地よい、思わずガブガブいってしまう。次、初めて飲んだ時に感動したのを覚えています。どう飲んでも美味しいのですが、甘く爽やかに飲みたい時に最高です、ということです。シーバスリーガルといったらですね、一番定番なのがこの12年になるんですね。昔から日本でも暗飲されてますね。日本のスコッチ販売数量は第5位の銘柄で、まあいろいろなラインナップがありますので、トータルの販売数量ですね、まあ、青リンゴ系の爽やかなフルーティーさもあり、リッチな熟成感も味わうことができるという、はい、次です、28位、バランタイン12年、102票です。コメント、こちらも手頃な値段の割にしっかりとした甘さ香り申し分なく楽しめる。次、コスパ重視でバランスタイプ、バーでの1杯目に最適ということね。今年はですねバランタイン7年が発売して結構話題になりましたけど、国内でのですね、スコッチ販売数量、バランタインシリーズはですね第2位になっています。バランタインのシリーズはまあたくさん発売してるんですけど、まあ、年数表記のないファイネストとこの12年がね、一番売れてるんじゃないかなと思います。まあ、やっぱり12年表記なので熟成感もしっかりあって、ブレンデッドスコッチウイスキーを代表する銘柄の1本と言ってもいいんじゃないかなと思いますね。第27位です、カティーサーク103票です。コメント、ストレートではきついがハイボールの飲みやすさとコスパは凄まじい、特に夏場野外で飲むハイボールは格別。
次、カティーサークは安いのにマッカランやハイランドパークを思わせる甘さ、香り、遠慮なくハイボールにできる満足度の高いデイリーウイスキーということですね。日本のスコッチ販売数量第7位がこのカティーサークです。軽やかでライトな口当たりとシェリーダル由来の、フルーティな味わいが特徴ですね。価格もリーズナブルでごくごくいけるハイボールなんじゃないかなと思います。次、26位グレン・グラントアルボラリス104票です。コメント、飽きないし優しい味。次、コスパが良くてハイボールにするために生まれたような一本だと思っています。次、コスパは驚異的。どの飲み方でも美味しすぎるし、ウイスキー歴の長さに関わらず好まれる気がする。もちろんハイボールは最高だったということですね。こちらですね、日本ではまあそこまでメジャーな名前ではないこのグレン・グラントなんですが、世界的に見るとですね、スコッチのシングルモルト販売数量、毎回10位以内には必ず入っています。まあメジャーな銘柄ですね。このアルボラリスはですね、今年の2021年に、発売したばかりのグレン・グラントの、まあ一番リーズナブルな、銘柄なんじゃないかなと思いますね。値段もですね、なんと2000円台で買えてしまうということで、まあ、2000円台で買えてしまうシングルモルトっていうのはなかなかないんじゃないかなと思います。とにかくまあ香りがいいですね。香りがまあ華やかで、フルーティーで、ハイボールにしても結構軽やかな、香りのすごいいいハイボールが出来上がると思います。アルボラリスっていうのはラテン語で木漏れ日を意味しているそうです。次です、25位、フェイマスグラウス107票です。コメント、ウイスキーの濃さ、温度、自分の体調によって毎回違う顔を見せてくれる。飲み続けるとその時の自分のベストの味のハイボールを作り出せるようになり、シングルモルトを超えるポテンシャルを叩きつけてくれるフェイバリット。次、低価格ながらしっかりとしたシェリー感と甘みがあり、濃厚どっしりハイボールで、最高ですということですね。シェリーダル由来の味わいをしっかり感じることができる、ブレンデッドウイスキーとしてはかなり人気なんじゃないかなと思うんですが、残念ながらですね、日本国内では今、流通があんまり安定してなくて、結構ねネットとかだと高めな値段になっています。はい、まあ1000円台で売ってるところがあれば適正価格なんじゃないかなとは思いますね。イギリスではナンバーワン、スコッチウイスキーと言われています。はい、販売数量がね。次です、24位、モンキーショルダー112票ですね。ストレートでもロックでもハイボールでも美味しいのに、手軽に量販店で買えるありがたい一本ではないでしょうか。次、甘くフルーティーで飲みやすい。クレンフィティックやバルベニー大好きなのでハマりました。どれも常備酒の一つですが、ハイボールにはコスパを重視しますということです。こちらね、世界一売れてるシングルモルトでもあるグレンフィティックをね所有しているウィリアム・グラント&サンズ社が、まあ、自社でね所有するグレンフィティック蒸留所、バルベニー蒸留所、そしてキニンブイ蒸留所のね、この3つの蒸留所のモルト原酒のみをブレンドしたブレンデッドモルトウイスキーになります。はい、で、このブレンデッドモルトウイスキーってジャンル結構マイナーなんですが、まあ、日本でいうと竹鶴ですね。竹鶴ピュアモルト、世界的に見るとこのブレンデッドモルトのジャンルでは、まあ、かなりの人気と知名度があるんじゃないかなと思います。アメリカでもすごい売れてるみたいですね。はい、次です、第23位、ジョニーウォーカーブラックラベル12年、スペイサイドオリジン120票になります。コメント、飲み方を選ばず美味しいですが、ハイボールも絶品だと思います。フルーティーで華やか。次、弾ける炭酸に乗ってとても心地よい香りが感じられるところが好きです。次、ドライフルーツのように濃密ハイボールが飲みたいとき用。はい、これね、日本では2020年に発売したブレンデッドモルトスコッチですね。こちらもブレンデッドモルトです。ジョニーウォーカー12年ブラックラベルの、まあ、通称ジョニクロですね。ジョニクロの構成原酒の中からスペイサイドの原酒のみをブレンドして、キーモルトにはですね、カーデュと、グレンデュラン、まあ、グレンダランとも言いますね、が使われています。まあ、フルーティーで華やかで、まさにスペイサイドの、モルト原酒の特徴を反映してるんじゃないかなと思います。次です、22位、バランタインファイネスト134票です。コメント、ウイスキーが苦手だった私の入門ウイスキー。次、
コスパがよくどこでも買えるハイボールにしても軽すぎなく、しっかりとした味わいが味わえるということですね。先ほどは12年がランクインしてましたが、このファイネストは一番このバレンタインシリーズの中でリーズナブルに買える、まあ安い時は1000円以下でね買えてしまう、どこにでも売ってる、バレンタインですね。コメントにもありましたけど、この価格帯でも、決して軽すぎない、そしてねバニラだったり蜂蜜だったり、そういう、まあ、バハボンダル由来の、しっかりとした味わいが感じられます。もちろんですねコストパフォーマンス抜群ですね。次です。21位、ジョニーウォーカーレッドラベル141票です。コメント、ジョニー赤はジョニー黒に比べるとハイボールにした時のピート香とアルコール臭のバランスが強く感じて良い。あと何と言ってもコスパが良い。次、ハイボールにするならブラックラベルよりこちらの方がすっきり飲めて美味しいと思う。次、ジョニー赤は汗をかいた後にちょっと薄めに作ってごくごく飲むのに最適ということです。まあ、世界一売れている、スコッチウイスキーがこのジョニーウォーカーシリーズなんですが、その中でもですね一番リーズナブルに買えるのがこのレッドラベル、通称ジョニー赤ですね、はい。まあ、スコッチの定番としてもおなじみなんですが、まあ、スパイシーで、結構ねスモーキーさ感じると思います。特にハイボールにするとスモーキーさが、際立ってくるんじゃないかなと思いますね。結構軽やかなハイボールかなとは思いますが、とても人気があります。どこでも買えます。はい、次です。20位、ホワイトホース142票です。コメント、コスパ最強すぎです。コストを気にせずガブガブ飲めます。ジョニーウォーカーティーチャーズほど甘みが少なくドライなテイストなので、和洋中華など食中酒に最適だと思います。次、ハイボールで飲むとすぐになくなってしまうくらい、うまい一本。他のウイスキーと一緒に消費していてもホワイトホースはすぐになくなる、故に今は買わないようにしている。次、定番ストレートもいいけどハイボールで飲んだ時の爽やかな感じが好きということですね。こちらね、なんといっても日本で一番売れているスコッチウイスキーです。はい、居酒屋とかね、ホワイトホースハイボールを出しているところが結構多くなったので、まさにその影響もありますね。飲まれたことがある方もね結構多いと思うんですけど、まあ、ボトルで買ってもね1本1000円以下、下手したら800円台とかでね買えてしまうぐらいコストパフォーマンスがいいです。キーモルトはですね、ラガブーリン、アイラの巨人と言われているシングルモルトですね。程よいスモーキーさが味わえます。次です。19位、イチローズモルト&グレーンホワイトラベルです。161票。コメント、イチローズモルトはグレーン感が強くて食事に合うので。次、シンプルに好き、特に香りが超好き。買ってもすぐになくなるのはこいつのハイボールが食事にとっても合うから。食事に合うってコメントが多かったです。埼玉の、秩父蒸留所で作られている、まあ、世界から注目されるイチローズモルトの一番このリーズナブルでいつでも買える定番商品になっています。こちらね、秩父蒸留所の原酒をブレンドしたワールドブレンデッドウイスキーになっています。海外原酒も使っているということですね。まあ、秩父蒸留所世界的に人気でも残念ながら、いつでも買えるというのはこのホワイトラベルしかないんですが、とても人気がありますね。3000円台で買えるんじゃないかなと思います。次です。18位、ブラックニッカスペシャル165票です。コメント、ディープブレンドも好きだがこちらの方が甘さとビター感のバランスがいい。次、最強コスパでとにかく万能で優等生、どうやって飲んでも美味しいが特にハイボールではご飯のお供にしても邪魔をせず食欲をかきたててくれ、香り甘さキレ全てが高次元。昔からですねブラックニッカを飲んでる方にとってはこれこそがブラックニッカだと思います。メーカー的にはねあんまり広告打たれてないんですけど、実はですね、コストパフォーマンスめちゃくちゃ良くて、まあ、コンビニにも結構売ってるとこはあるんじゃないかなと思いますので、ブラックニッカシリーズ試してない方はまずスペシャルをね行ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、17位、ジェムソン172票です。コメント、甘くライトな飲み口が好き、公式のライムを絞り入れるレシピが夏に最適。次、甘さと軽快なタッチは夏場に冷凍ハイボールとしてグビグビ飲むのに最適。はい、世界一売れているアイリッシュウイスキーです。まあ、インドのウイスキーを抜いた世界のウイスキー、販売数量ランキングではなんと4位に
はい、ランクインしています。すごいですよね。こちらはですねモルトとグレーンの、ブレンドのブレンデッドウイスキーなんですが、ハイボールにするとですねすっきり、したフルーティーな味わいが特徴ですね。価格もまあ1000円ちょっと、1000円台なので試しやすいんじゃないかなと思います。日本でもとても人気がある銘柄です。アイルランドのウイスキーですね。アイリッシュウイスキー。第16位、デュアーズ12年180票です。コメント、とにかく料理との相性が、最高。ハイボールにしてもしっかりとしたコクも残りながら、料理を邪魔しなくどんな食事にもペアリングできる。相性の悪い料理を探す方が難しいレベル。この価格帯でこの完成度はさすがにデュアーズ。次、炭酸に負けないフルーティーさ、自分の中でベストハイボール、結局これに戻ってしまうということです。はい、日本ではですね名だたるスコッチウイスキーを抑え、なんと販売数量第3位のブランドです。一番リーズナブルなホワイトラベルより、コクのあるしっかりとしたボディ感を味わうことができるんじゃないかなと思いますね。ロックだったりストレートでもね美味しくいただけます。第15位、ザ・グレンリベット12年188票です。コメント、圧倒的飲みやすさ、突出した何かは感じられないがバランスがいいのか気がついたら飲み終わってる。悪いところはボトルの減りが早すぎるということです。次、危ないくらいごくごく飲める、ノンピートで口当たりも滑らかなので飽きが来ない一本。はい、これぞスコッチウイスキーと呼べるような、超スタンダードなシングルモルトです。癖もないですし初心者にもねおすすめの、シングルモルトとしてはよくね登場する一本ですね。価格も手頃なのでデイリーウイスキーとしても最適ですね。スコッチの蒸留所としても政府公認第1号としてね知られていて、世界のシングルモルト販売数量第2位の銘柄になっています。次です、第14位、デュアーズ8年カリビアンスムース200票になります。コメント、ホワイトラベルでは物足りなかったがラムの甘さとわずかなスモーキーがバーベキューに最高に合います。次、ラムカスクフィニッシュ要素なのか後味に黒糖のようなコクを感じられてとても気に入っていますということです。これね去年2020年から発売している、限定のデュアーズで、カスクフィニッシュシリーズですね、それの第1弾になります。このシリーズね海外ではもうすでに数種類出てるんですが、日本ではまだカリビアンスムースのみで、全部8年表記のシリーズになっています。発売から数ヶ月経ってますが、未だにね、家飲み用として、かなり人気があるんじゃないかなと思いますね。気軽にトロピカルフレーバーを味わえるんじゃないかなと思います。まだ全然普通に、インターネットでも、スーパーとかにもね最近は売ってますね。次です、第13位、サントリースペシャルリザーブ209票です。コメント、白州がなかなか手に入りづらい中で白州ハイボールのような味わいが楽しめる、というかなんならこっちに慣れたら白州ハイボールより美味しいまである。次、スペシャルリザーブずっと愛飲しています。まさかジャパニーズとは思わず驚きましたが、程よいフレッシュ感と、コクのバランスが好きですということですね。こちらはね白州蒸留所の、原酒をキーモルトにしたブレンデッドウイスキーで、1969年から発売している、歴史のある銘柄なんですね。イメージは古臭かったけど飲んでみたら美味しかったっていうね、若い方々からの、コメントが結構ありましたね。バーボン主体の味わいでハイボールにもぴったりだと思います。少し価格帯のレンジが、2000円台かな上がりますけど、とても人気だと思います。これコメントにもあったね、まさかジャパニーズとは思わず驚きましたというのはどういうことかというと、今年、4月1日からジャパニーズウイスキーの定義というものが日本洋酒酒造組合の中で決まりました。その中で、大手のメーカーはいち早くどの商品が日本国内のみで作られた、ウイスキーかっていうのを発表したんですね。海外原酒を使っているものはジャパニーズウイスキーとは当てはまりませんよという定義なので、このサントリーのスペシャルリザーブはなんと日本国内のみで作られたという発表があって、消費者の方は結構驚いたという、話ですね。次です、第12位、グレンフィリック12年212票になります。コメント、青リンゴのようなさっぱりとした風味が炭酸で広がる感じが好きで上飲しています。次、
初めて買ったシングルモルトコスパが良く初心者にもおすすめ。特にハイボールがうまいと言われていたので買ってみたら本当だった。ウイスキーのフルーティー感とは何かを感じられたということです。こちらはですね、シングルモルトスコッチウイスキーの世界の販売数量なんと、第1位になっています。まあ、構成はですね、バーボン主体なんですが、シェリーダル原酒もブレンドされています。12年以上熟成された原酒が使用されているんですけど、まあ、個性はねそこまで、少ないかもしれないんですが、シングルモルトとしてはまあ値段も安いですし、まあ、気軽に試せるスコッチウイスキー入門としてはもってこいなんじゃないかなと思いますね。結構ハイボールにすると爽やかな味わいになります。結構グレンリベットと比べられることが多いですね、はい、そして最後第11位、シーバスリーガル12年水なら228票になります。はい、コメント、口に入れた瞬間から広大に広がる華やかさとフルーティーな味わいが印象的。フィニッシュには蜂蜜の香りが余韻を与えてくれます。次、初めて買ったシングルモルトコスパがいいとのことですね。まあ、ちょっとね値段も高くなりますが、こちらはね日本産の水なら樽で、高熟フィニッシュとも言いますね、されたもので日本向けの商品です。12年以上熟成された原酒がブレンドされていて、まあ、ライトなんですが、まあ、独自の甘さとスパイシーさがありますね。まあ、もっと、上位にランクインするかと思ったら、これはね個人的には意外でした。ちなみに去年やったブレンデッドスコッチウイスキーのランキングではですね、堂々の1位でした。はい、だから余計意外でしたね。はい、ここまでで、30位から11位まで、一気に駆け抜けました。どうでしょうか、皆さんのね投票した銘柄入ってましたでしょうか。まあ、今回はね、いつものランキングは結構こうスコッチはスコッチ、アメリカンウイスキーはアメリカンウイスキーとかやってたんですが、日本のウイスキーもアイリッシュもそしてカナディアンも含めたので、まあ、アメリカンウイスキーだけ除外という形にしたのでね、結構さまざまなウイスキーが入ってましたね。ジェムソンだったりとか、イチローズモルト&グレーンともホワイトラベルだったりとかね、そしてシングルモルトだったりブレンデッドモルトウイスキーだったりとか、普段はジャンル分けてるものまで、一緒にしてるので、モンキーショルダーとかスペイサイドオリジンとかね、いろいろ人気銘柄がランクインしましたね。そして新しめの銘柄でいうとグレン・グラントのアルボラリスね、結構人気ありますね。これね104票って十分、このランキングの中では人気ありますから、そしてあとはまあ定番銘柄っていう感じでした。グレンフィニック、グレンリベットはやっぱり強いですね。まあ、リーズナブルだし、まあ、スムースでね飲みやすいんじゃないかなと相当思いますし、今回はハイボールアンケートなのでハイボールにはすごいよく合うんですよね。なので、そこが投票のポイントだったんじゃないかなと思います。はい、そしてまあブラックニッカね、ブラックニッカは強いですね。まあ、特にこのスペシャルとても美味しいですからね、僕も大好きな一本です。結構ねこのチャンネルでも動画出してますので、気になる方はそちらの方でもご覧になってみてください。まあ、全体的に見るとですね、いつも、このチャンネルで扱ってるようなウイスキーばっかりなので、名前で検索していただければより詳しい、ね、内容が動画で紹介されています。はい、そんな感じでですね、次回は、10位から1位までの発表をしたいと思います。それではチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。